いいよ、直してると僕は始まるけ。はい、直して、はい、じゃあもう回ってるんで、いきますね。はい、ツイッターでシェアした方がいいですか？うん、配信していること、ツイートした方がいいですか？あ、ツイートしてください、はい、はい、わかりました。あれ、まだ配信予定のっていうな。すいません、ダンダメな。あ、はあ、もう始まってる、始まってる。はい。え、なんか逆さまじゃない。あ、こんばんは、こんばんは。あ、すごいすごい。みんな入室してる。じゃあちょっとしばらく入室が続くんで、毛並みを直すのを続けてようかな。綺麗。大吾さん、どうですか？なんかあんまり今のところ生放送と変わらないYouTube の生放送とそんな変わらないテンションですけど、はい、まあちょっと今日ゆるゆると始めていきましょう。カメラ、ちょっとカメラ直す？そんな気になんないよ。はい、大丈夫です、はい、口の下がなんか唇の辺がちょっとなんか変な感じです。あ、これあれか、コメントどんどん来るけど流れてっちゃうんだ。これ、あ、スクロールすると見れる。へえ。これみんなが見てる画面も多分一緒だと思うんですけど、左下のチャットのコメントはスクロールすると、読むことができますね。こんばんは、こんばんは。BNN っぽい画面そうです、まあ、そうですね、ほとんど一緒ですまあ、あの途中でね映らなくなるんで、あんまり飾り付けとかは特にしてないですけど。はい、じゃあそろそろ始めましょうか。はい、なんだ、どういうテンションでやったらいいのかわかんないんですけど、あのね、なべこさんがゲーム実況をやってみたいと言っていたんですよ、先日。でね、なべこさんのお手手だとなんかあんま上手にね、ゲームが遊べないかもしれないっていうこともありまして、ダンボールなべこ、私ダンボールなべこと言うんですけれども、あ、そうです。多分知ってる人しか見てないって思ってるから、なんか、始めちゃったんですけど、初めましての人もいらっしゃるかもしれないので一応ご挨拶させていただきます、私株式会社 B-WORKS という、なめこ栽培キットというスマートフォンアプリゲームを作っている会社で広報を務めておりますダンボールなめこ、御年35歳でございます。こんばんは。そしてこちらにおますか、お方をどなたと心得るなめこさんです。はい、こんばんはとなめこさんを言っております。はい、そんななめこと、私ダンボールなめこが今夜初めてゲーム実況に挑戦ということでミラティブにやってまいりました。ミラティブ？ミラティブ？どっちでもいい。ミラティブ。ミラティブ？あ、なめこさんがアクセントには詳しいんで、ミラティブではない、ミラティブ。はい、ミラティブだそうです。はい、ね、そんなミラティブで今日は実況をやってみましょうということでね、まあ、あんまりぐだってもしょうがないんで、いろいろちょっと前置きだけ先に説明させていただきますと、まあ、今日はお試し配信です、まあ、今後やるかどうか続けていくかどうかはちょっとまだ分かんないです。そこだけご了承ください。でね、私ダンボールなめこ、実はゲーム実況動画ほとんど見たことありません。特にライブのやつは。ですので、何をしたら面白いのかとか、どういうことしたら皆さんが喜んでくださるのかとか、あんまり分かっておりませんので、その辺、温かい目と叱咤激励のコメントで応援していただけるとありがたいと思います。はい。なべこさんは結構実況動画よく見るんだよね。ね。ミラティブ。はい。実は先日、なんとなめこ栽培キットのキャンペーンやってたの、ミラティブで。元祖なめこ栽培キットっていうなめこ栽培キット10周年を記念したアプリがあるんですけれども、そちらと
あとはなめこたちの巣作りをお手伝いするゲーム、なめこの巣というこの2つのゲームで、ミラティブ上でキャンペーンを開催していたと。でなんと今日、我々が遊ぶのはなめこ発掘キットというまた別のゲームになるんですけれども、そちらでも今日からだっけ、明日、あ、今日からです。今日から、はい、ミラティブ内でキャンペーンがスタートするそうです。ミラティブで使えるコインを配信者だったり視聴者で山分けでき、山分けするキャンペーンかな、はい、をやりますので、まあ、それに乗っかっちゃおうかなっていう俺もちょっとコインもらっちゃおうかなみたいな。もらえるのかな。もらえるんだ、よかった、コインをもらうつもり魂胆を隠しきれない、下心を隠しきれないと言いますが、はい、そんな感じでなめこ発掘キットというゲームを遊んでみたいと思います。ちょっとね、いくつか実況プレイ始める前に皆さんとお約束があります。なめこ発掘キットをまだ遊んだことがない方もこの配信見ている可能性がありますので、ネタバレコメントはできるだけ避けていただけるとありがたいです。そして、今コインのお話ありましたが、どうやらですねこのミラティブでは、配信している人にギフトというものを送れる。ギフトっていうのはそのコインとかコインじゃないものを送れるんだっけ、一応そういうものを送れる機能はあるんですけれども、私ダンボールなめこからギフトをいただいた方に対してなんかお返しができるわけではないので、ちょっと送っても何もお返しができないので、まあご遠慮ください。そのギフトは別の配信者の方にあげたい、もらえるといいかなと思います。はい、で繰り返しになりますが、実況配信初めてです、初心者ですので、皆さんからいただいているコメント上手に拾えないかもしれないんですが、でもコメントがいっぱいあるとちょっと嬉しいので、ぜひ、うんうんとかでもいいのでコメントいっぱい送ってください。はい、そんな感じかな。じゃあ早速プレイの方をスタートしていきたいと思うんですが、私なめこ発掘キット、もちろんプレイ済みです。ただこちらのゲームリリースされたのが1年前か2021年2月25日にリリースしてちょうど1年過ぎたところですが、1年以上前なので結構ね忘れているところも実際あります。ありました、試しにちょっと序盤の部分やっていたら。なので、結構新鮮な気持ちで臨みますね。本当に初見のつもりで行きますので、そういうテンションで皆さんとも楽しんでいけたらなと思います。おい、ジョッシュかわいいですだって。ジョッシュってネタバレ、ジョッシュはネタバレじゃないかそれは大丈夫でしょうねみんなふんふんとか頑張ってとかコメントくれてますね。ちょっとね知り合いが知り合いっていうかゲーム会社のお友達がコメントくれてて反応しちゃいそうになりました。あんま個人名出すね、不公平になるといけないんで一旦今日はやめときますが、はーい、じゃあそろそろいきますね。なめこ発掘キットスタート、ポチ、ビワークサクセス、注意、はいね、トゥー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 トゥルルルルルとね、なんていうこの、あ、来ました、なんだアンデスの向こうにコンドルが飛んでいくようなちょっと荒涼とした風景が脳内に思い浮かぶようなそんな BGM ですね。これからどんな物語が始まるのか楽しみです。なめこ発掘キット、じゃあ早速始めてみましょう。いや、その前にこの画面をちょっと注目しておくか。なんか手前にスコップがあって荒れ果てた大地、ちょっと荒涼とした感じですね、音楽と一緒に。そしてそこに佇むなめこと、なんかヘルメットをかぶった怪しい人物がいます、その後ろに赤い、なんだこれは、鍋みたいな、何ですかね、枯れ木、
まあ、そんなものがいろいろとありますね。物が埋まってたり、発掘キットですからね、掘り起こすんでしょうね。では、タイトル画面からいきましょうか。タップトゥースタート。契約利用規約、改正個人情報保護法に従って、規約ちゃんとチェックします。チェックはい、同意します。このメッセージを閉じると、アプリの機能改善やお客様に関連性のある広告の配信を行うためのトラッキングのポップアップ開きます。より良いユーザー体験のためにトラッキングの許可を推奨いたします。これね、ぜひトラッキングの許可をしていただきたい、ゲーム会社としてはね。理由はこれが我々のお給料になるからです。はい、大丈夫か。許可てんてんてん、あ、始まった、いきなり始まった、いきなり始まった、てん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 、ここはてんてんてん、なんだ、まだ始まってんのか始まってないのかわかんない、てんてんてん、真っ暗だ、ここはどこだろう、てん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 、お、なんだ、ここはどこ、あ、さっきの佇んでたなめこさん、ここはどこ、私は誰、目が覚めましたか、まあ、さっきのヘルメットをかぶった謎の人物、いきなり出てきた、うわっわっわっって言ったら、わって言って喋ってる、だ、誰誰だこの人、私はマナ、支援型のアンドロイドです。アンドロイド iPhone アンドロイドです。はい、ハッツ博士が開発した最新型の自立稼働タイプです。ジョッシュ、あなたと同じように博士の手伝いをするのが目的です。ハッツ博士って誰、そうか、オイラは博士の助手をしていたんだった、そうか、ジョッシュっていうのはこのナメコさんのことで、このヘルメットの人物はアンドロイドだから機械ってことですね。ジョッシュはどうやら記憶喪失をしていたようです。ここはどこなんでしょう、なんで忘れていたんだろう、記憶がないのですか、うん、ぼんやりとしかね、今ちょっと寝起きなのか、寝起きですよね多分ね。じゃあジョッシュはコールドスリープで長い間眠りについていたんです。あ、そういうことか、長い間眠りについてたんだ、寝起きどころの問題じゃなかった。え、トラブルで起きるタイミングがだいぶ遅れてしまいました、そのせいで記憶に問題が起きているのかもしれません。ちょっとやばいじゃん、いきなり波乱万丈の幕開けです。トラブル、ハッツ博士のシステムにそんなことが起こるなんて、ね、だいぶ博士信頼されてますね、さっきまで忘れられてたのに、てんてんてん、はい、珍しいですよね、なんか自信ないのか、ハッツ博士、でもきっと時間が経てばだんだん記憶が戻りますよ、にっこり、このバイザー顔文字機能がありますね、うん、そうだね、あまり気にしてもしょうがないか。ちょっとだいぶ軽いな、ジョッシュ。そうそう、お前も軽いな。二人とも軽いぞ。ところで、ここはどこなんだろう、今。早く確認してくれ。てんてんてん。プシュー。お、女の子。目つきが悪い。え、何え、何俺も、密閉バイザーを解除しました。なんで？コールドスリープ機の中に有害な胞子とかあったら困るので、めちゃくちゃバイキン扱いされてますこのジョッシュさん。外気を遮断していたんです。特にアラートも出ないようなので問題なしと判断しました。アンドロイドなのになんか毒とか気にするんですねこの子は。おいら毒キノコじゃないよ。それはそうだ、怒ってる、ジョッシュさん怒ってます。アンドロイドの子に毒キノコ扱いされたので。さて、ここはどこかという質問でしたね。うん、ここは箱舟、宇宙船の中です。宇宙船、箱舟、宇宙船、でも地上ですよ、箱舟はまだ未完成なんです。なるほど、じゃあこの背景にある工場みたいなのは、これ箱舟の中っていうイラストってことですね。私たちの目的は箱舟のパーツを見つけること。なるほど、
そしてこの星を飛び立つことです。未完成の箱舟を完成させて星を飛び立つと、それはハッツ博士の命令なの？もちろんその通り。その星、この星の大地に埋まっているパーツを発掘しましょう。ほんほんほん。あ、埋まってる？発掘？なんで？埋まってる？発掘？結婚しているの？調べてみましょうみたいな感じですね。それには外の様子を見てもらった方が早いですね。そうそうだった。外の様子を見てみたいな。外。発掘を手伝ってくれます？うん。軽いんだよな、女子基本的に。もう少しいろいろ考えた方がいいと思うんだけど。ハッツ博士もそう言ってるなら、助手のオイラは手伝うよ。だから助手なんだ、多分。よかったです。では、外の様子を見てみましょう。プシュッ。お？ん？わー。外はこうなっているんだ。ね？何もないでしょ？いや、何もないって言ってたっけ？キャッハーみたいな感じですね。時は世紀末みたいな。うん。でも広々としててオイラ結構好きかも。枯れ果ててる大地でも好きって言ってるナメコさんは多分速攻枯れちゃいますね。そうなんですね。そうなんですね。なんだかワクワクしない？私はそんなことないです。なんか2人のやりとりがちぐはぐだよね。女子はやたら軽いし、このアンドロイドの子は、名前出てきたっけ？あ、アンドロイドのマナって言ってたか。マナちゃんは、自分が問いかける割には、ジョシュの言ってることには、基本クールに対応する。塩対応っていう。ふーん。それじゃあ、どこ掘ろうかな？全くね、気にしてないですね。マナが、そんなこと知らんって言ってても。掘りやすそうなところはどっかないかな？あ！どうしました？あれを見て、ナメコじゃないかな？ナメコいたんだ。枯れてるー！めっちゃ枯れてる。枯れてる。どう？枯れてますね。枯れてるのはわかるんだ。枯れなめこってことを助けてあげなきゃ。わかりました。では上司はあの方を連れてきてください。埋まってるって言われてる。枯れちゃんかわいい。あの方ってあの枯れなめこのことか。上司結構足早いんですね。引きずってる。スピードが落ちてきてますよ。頑張ってください。お前も手伝え。お前も手伝うんだよ。ただいま。お疲れ様です。マナも手伝ってよ。そうだよね、俺もそう思ったよ。私は肉体労働タイプのアンドロイドじゃないのでできないのです。ならしょうがない。肉体労働タイプのアンドロイドじゃないんだから。泣いちゃった。さあ、金鍋子さんを箱舟の中に連れて行きましょう。あ、そうだった。箱舟メニューを呼び出すためにそこのボタンを押してください。急にシステマチックなセリフが出てきた。箱舟メニューってどれだ？あ、今出てきた。ポップアップが右下にあるんだ。箱舟ボタンを押して箱舟メニューを表示しよう。これかな。はい、ポチ。今カレナメコさんを箱舟の中に運んだという体で進んでおります。おお、いろんなボタンがあるんだね。ね、ボタンは男の子の夢が詰まってますからね。缶詰のマークが目印の復活ボタンを押してみてください。箱舟の復活ルームへ直通で入れるはずです。ふむふむ、これかな。早速押してみよう。軽いね。いきなりね、見ず知らずの宇宙船の中のボタンを勝手に押すもんじゃないですよ。カレナメコを復活させるために復活ボタンを押そう。はい、ポチ。ここが復活ルームです。意外と宇宙船の中広そうですね。復活ルーム、すげー。よくわからない大きな機械がずらっと並んでいるね。よくわからない機械が並んでる。早速さっきのカレーナメコを直してあげないとね。直すっていうんだ、カレーナメコのこと。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、直せないんだ、いきなりは。ん？マニュアルと缶詰、何これ。復活マシーンのマニュアルと復活用の缶詰です。急いで使い方を覚えていてください。マジでマナちゃん何もしませんね。全部上州に任せてる。マナは使い方知らないの。俺もそう思うよ。上州の方がまともだな。はい、私は技術者タイプではありませんので。え、さっき肉体労働型タイプではないって言ってたけど、技術者タイプでもないんだ。
じゃあ何タイプなんだ君は。じゃあ急いで呼ばなきゃ。素直、ジョッシュ素直。とにかくけなげ。電源入れてきますね。あ、電源を入れてくれるタイプのアンドロイドかもしれないです。うーん、とりあえずこのただの缶詰を使うしかなさそうだな。頑張ってマニュアル読んでる。ジョッシュ、お、入ってる。今回は手持ちのただの缶詰で復活させてみよう。え、カレナメコが缶詰に入ってるぞ。復活、復活させますか。 OK。 ビビ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 ビバシウィーン、バチバチ。すげえ。ちょっとジョッシュ絶対このレバーさ、わけわからずにカチャカチャやってるでしょ。あ、なんかナメコ出てきた。カレナメコがナメコとして復活したよ。おう、ふう、なんとかうまくいったよ。絶対違う、あのレバーは多分飾りだから。あんなガチャガチャやって動く機会ないから。ふう、うまくいったよ。いや、よかったですね。何もやってないのにね。ほんと危ないところだったよ。なんかすげえ元気なやつ出てきた。助けてくれてありがとう。なんか枯れてたにしては元気いっぱいだね。ジョッシュとね、俺の感想がね、完全に一致してるよね、ずっとね。始めてから。ほぼジョッシュのセリフ先回りして喋っちゃってる気がするわ。ちょっと、しばらくジョッシュの気持ちじゃなくて、自分が思ったことをジョッシュが言う前に言わないようにしよう。ね。じゃないと、多分ジョッシュが喋るセリフを、ずっとひたすら俺が前なんだ。先回りして喋ることになっちゃうから。なんか枯れてたにしては元気いっぱいだね。あ、かぶってるバイザーを。また毒キノコから胞子が飛んでないか心配になってるマナちゃんがバイザーをかぶってます。そうですね。え、そうかな。確かに元気もりもりかもね。ね、吹き出しが元気もりもりな人の吹き出しですよね。缶詰のお風呂が気持ちよかったからじゃないかな。復活マシーンだけあって元気に復活するんだね。本当にね、このジョッシュ君はね、目の前のことを見た通りに反応できるすごい素直な子ですよね。二人とも外へ行こうよ、じっとしてられないんだ。うん、この復活したナメコはちょっと落ち着きがないですね。うん、ここで暴れられても困るし、そうしよっか。そう、宇宙船の中だから。今復活ルームでカレナメコを復活させたところでね、この会話は成り立ってますので、この復活したナメコさんが復活ルームで暴れた瞬間にもうナメコ発掘キットの物語は多分立ち行かなくなります。やったー、外に行こう。ほとんどね、犬と一緒ですねこれね。散歩に行きたい犬のテンションです。ちょっとうるさい。なんかね、マナちゃん他人事だよね。バイザーしてちょっとうるさいって。これ、このナメコ発掘キットの主人公が言うセリフじゃないよね、ナメコに対して。ランダムで発掘に必要なスキルがつくよ。カレナメコが復活しました。発掘画面へ戻ろう。はあ、あ、このトンカチとスコップの、はい、ああ、またさっきの画面戻ってきた。カレナメコが元気に復活してよかったね。元気すぎるくらいですね。二人ともありがとうね。ところで、こんなところで何やってんの。箱舟のパーツを探してるんだ。箱舟ってさっきの建物。フワちゃんみたいなテンションですね、多分ね。はい、絶賛開発。ちょっと待って、マナのテンションに戻せない。はい、絶賛開発中なのです。パーツを探して完成させないと。この辺に埋まってるって話なんだけど。じゃあパーツを掘り出すんだね、僕にやらせてよ。元気いっぱいだから。え、手伝ってくれるの。うん、体を動かしたくてうずうずしてるんだ。早く疲れさせて寝かせないといけないですね、この子ね。犬というか子供ですね。雨の日が続いてる子供ですね、これね。復活マシーンの効き目は強力ですね。ちょっと強力すぎて怖いですよ、これ。じゃあ発掘協力よろしくね。オッケー。あ、そっか、じゃあジョッシュが掘るんじゃなくって、そういうことか。次に発掘してもらうナメコを選んでみよう。はいはい、このポチポチ今矢印が出てる。このナメコをこれ押すのかな。あ、押した。あ、行った。
ナメコが掘り出した。頑張って掘ってくれてるね。でもあんなに頑張ったらまた枯れちゃわないかな。枯れるんだ。さっき復活したばっかりなのに。あの土は柔らかそうですし大丈夫ですよ。そうなんだ。柔らかいと大丈夫なんだ。へえ、マナってこの辺の地質に詳しいんだね。確かに。いえ、あのナメコさんが楽々発掘しているので。この人も見た通りのことを言うしかないんだね。何も知らないんだ。そうなんだ。やべ、また助手の反応、俺が先回りして喋っちゃった。やばい、黙っとかないといけない。もうセリフを読み上げるだけの、セリフを読み上げる型のアンドロイドにならないと、私自身が。枯れても大丈夫なように缶詰を集めておきたいね。箱舟の中を探したらもっと見つかるかもしれませんね。それはオイラが探しておくよ。発掘でも見つかるといいな。これなんかフラグですね。ジョッシュ、何？そろそろ発掘が完了するみたいですよ。あ、もう終わるんだ。終わった。発掘が完了したらナメコを派遣したマスをタップして結果を確認しよう。ほんほん、はいはい、これね、ポチ。あれ、押せない。押した。ふんふん、今キラーってなんか光ったよ。発掘中に見つかったものだよ。ジャンクパーツ。ジャンクパーツが拾う。しかも300個も見つかった。これネオナメコ栽培キットで集めてたネジじゃね。無事に発掘完了だね。また発掘するときは僕にやらせてね。元気いっぱい走って行っちゃいましたね。どこに行ったんだよ。完了したナメコさんのアピールが可愛い。秋葉で売れそう。300は見つかりすぎ。ね、確かに。ジャンクパーツって言うと確かに秋葉感あるよね。走って行っちゃいましたね。箱舟に戻って待っててくれているのかな。まだまだ元気だな。あの様子ならあと何回か発掘してもらいますね。普通にコキ使おうとしてる、マナちゃん。ところでさっきの発掘で何か見つかったみたいですよ。うん、ネジとナット、何かの部品かな。そいつは誰君、そいつはジャンクパーツっていうもんですわ。うわ、どちら様ですかね。今ね、見ている人全員思いました。どちら様ですか。わしはナメツムリのツムタ、よろずややっとるんです。そのジャンクパーツをいろいろな商品と交換できますぜ。あ、この人なんか関西弁ですね。関西風ナメコ、関西風ナメコじゃない、ナメツムリ。よろずや、こんな何もないところで。確かに今ね、ジョッシュとカレナメコから復活したやたら元気なナメコとアンドロイドしかいないですからね。こんな場所で商売できないですよ。まあ世の中こんなに困難になってしもうて皆さん苦労されてはりますがね、そんな状況でもなんとか商売をやっていく手はあるもんですわ。だって他に生きてる人がいるの？なんかこれも怪しいフラグですね。怪しい商品を買うわけにはいきません。そうだよね、誰に何を売ってんだって話だから。何をおっしゃる、ちゃんとその辺で自分で拾ってきたものばかりですよ。てんてんてん、じゃあ大丈夫ですね。なんかね、この人たちね、大丈夫。拾ってきたものなら大丈夫。じゃあマナちゃんが言ってた大丈夫じゃないものって何なんだよ。本当に大丈夫なのかな。そうだよね、ジョッシュ君は常識人だから。でも商品を見るだけ見てみようかな。ポジティブ、めっちゃポジティブだよこの子。優しいね。よろずやでアイテムの購入をしてみよう。ナメコ界特殊詐欺に引っかかりそうな子多い。ジョッシュ君を筆頭にね、銅のつるはし、はい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 、ああ今ね、あ違う、よろずやがこれを売ってんのか。よろずやがこれを売ってて便利なアイテムがいろいろ売られているよ。今回は銅のつるはしを買ってみよう。あ、チュートリアルだからこれ買わされんだよ。買わないわけにはいかないんだ。閉じるを押しても反応しないもん。じゃあ僕は全くいらないですけど銅のつるはしを買います。あ、ジャンクパーツ、そっか、ジャンクパーツがお金代わりになってんだな。ジャンクパーツ300個で銅のつるはしを買います。ポチ、閉じる。あー、結局つるはし買っちゃったよ。
これダメなパターンですよね。見るだけって言ってついなんか買っちゃう人です、このジョッシュ君。なかなか掘り心地が良さそうなツルハシじゃないですか。早速手に入れた発掘道具を試してみたいね。ね、もうね、買っちゃったよっていう気持ちすぐ忘れてますよね。こういう切り替えの速さはね、現代社会を生き抜くためには必要な要素だと思います。ツルハシを使う場合は掘る発掘を早められます。掘る発掘が早くなるのか便利そうだね。てんてんてん。ところで掘るって何のこと？わしもそう思ってた。今黙ってたよ俺。掘るってなんやねんって思ったけど、ジョッシュが多分掘るって何のことって聞いてくれるかなと思って、掘るって何のことって聞かなかったから俺がね。それは発掘に必要なスキルの種類ですよ。スキルは全部で5種類。掘る、切る、掘り切り、砕く、掘り、掘る、切る、砕く、戦う、戦うんだ、直す。覚えた？5種類。掘る、切る、砕く、戦う、直す。必要なスキルがないと発掘することはできないのか。はい、ですがレベルが足りないだけでしたら発掘可能です。その時はいつもよりたくさんスタミナを消費してしまいますが、無理をすると枯れやすくなっちゃうってことだね。でもいざという時は当たって砕けろですね。砕けたくはないから仲間のスキルは気にしておこうと。マナちゃん基本ナメコをね、使い潰す前提でいろんな会話が進んでますよね。では早速スキルを意識して発掘してみましょう。道具を使うには発掘の中のナメコさんに渡してあげてくださいね。それじゃあまず発掘先を決めないとね。さっきの元気いっぱいのナメコにこのツルハシを使わせんだな。いけ！この元気いっぱいで、24時間働けますか状態のナメコさん。発掘道具を使うために発掘中のマスをタップしよう。まだね、多分チュートリアルですよ、ずっと。発掘の情報を確認。はい。銅のツルハシ、これ使います。5分早められる。あ、すぐ終わった。発掘道具を使って発掘時間を短縮しました。速攻終わりました。わーいわーいわーい。発掘道具を使ったらあっという間に発掘が完了したぞ。やっぱりツールって大事なんだよね。大事ですね、ツールね。仕事をするときはね、ツール使わないとえらい時間かかりますからね。発掘道具の種類によって短縮時間も違うみたいですね。すごい今ね、みんな入室してくれてんだ、そういえば。あんまりなんか反応できなくてごめんね、コメントに。今日初めてやってるんです、僕。なめこの会社の人間です。なめこの会社の人間がなめこのゲームを配信するっていう、ちょっとねよくわからない状態のことをやっております。まあ、気楽に見ていってください。どれを使うかよく考えないとね。いろいろアイテムがあるわけですね。いや、お二人さん、発掘道具をお探しでしたらぜひうちに来てくださいね。他にもいろいろ便利な商品を取り揃えておりますので、それではバイバイキン。また後でよろず屋に行ってみようかな。ちょっと癖になってる、ジョッシュ君。ちょっと見るだけって言ってたのに。ジョッシュ、そろそろ発掘の結果を確認してみましょう。あ、そうだったね。発掘道具はマスのスキルを確認して専用のものを用意してね。覚えて俺。掘る、切る、砕く、戦う、直す。何この塩みたいなやつ。え？塩って戦う時の道具？教えてくれない。直すのはなんかマニュアルっぽいけど、ここタップしてみましょう。何が取れたかな。発掘中に見つかったもので、お、箱舟パーツゲット。すげえ、もう見つかった。え、これでクリア。おお、箱舟パーツ。これを集めれば箱舟に必要な設備を作れるんだね。そうね、ちょっとゲームの目的をおさらいすると、ジョッシュ君と、何も今のところ活躍する場面が1ミリもないマナちゃんですが、2人が、乗ってるというか母艦にしている宇宙船の箱舟号とでも言いましょうか。箱舟を直してこの荒れ果てた星から脱出するという、そういうゲームなんですね、このゲームは。だから地面を発掘して、箱舟のパーツを集めて、集まったパーツを箱舟に使ってちょっとずつ箱舟を直していく。
いうのが基本的なゲームの進め方になるんですが、そうです、ハッツ博士の指示によると、さらにパーツが1つ埋まっていますね。じゃあ2個あるんだ。あと1つね、どこに埋まってるんだろう。残念ながらその情報は記録にありませんでした。ハッツ博士、2つ埋まってんならさ、もう1個の埋まり場所も記録しとこうよ。怪しいところを手当たり次第に発掘するしかないですね。でも発掘の仕方も分かったし、どんどん発掘してみようっと。頑張ってくださいね、マナも手伝ってね。何も言わずに去っていった。あ、チュートリアル完了。この調子でマナ助手と一緒に箱舟パーツ集めよう。よし、分かった。だから、あ、まだあれ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あれ、どうしたのマナ。箱舟のパーツを見つけるためにまずはどんなことから始めますか。そうだな、じゃあオイラが基本的な方針をミッションにまとめてみるよ。ジョッシュね、有能ですね。素直、けなげ、有能という三拍子揃っている。一方アンドロイドのマナちゃんは怠惰怠惰、そして今のところアンドロイドの割には発揮できる能力がない。そしてナメコたちを使い潰す気満々というね、なかなか対照的な2人がこの物語の主人公。マナは可愛い担当だから、そっか、可愛いだからいいのか。じゃあオイラが基本的な方針をミッションにまとめてみるよ。マナちゃん鬼可愛いってめっちゃみんなフォローしてくれてるよ、マナちゃんのこと。そんなことできるんですね。ナメコたちを使い潰す前提の割にナメコたちの能力を見くびっているというね、マナちゃんですね。記憶はないけどオイラは博士の助手だったわけだしね、少し調べたら何か思い出すんじゃないかな。そうなんですね。何この顔。めっちゃいぶかしんでるじゃん。なんか疑ってない？てん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 。そんなことないですよ。ぼーって感じですね。めちゃくちゃ棒読みですね、これね。音、サウン、あの、声入ってないです。まあ、ちょっとやってみるからさ。ちょっと気になっている場所があるんだよね。お、こことか。力いっぱい借りるまで発掘できそうな場所だよね。とりあえず、ひとまずはリストにまとめるから、後でミッションリストを確認してみてよね。はーい。ミッションリストってどこ？あ、お話を進めるにはミッションを達成しながら発掘を進めてね。なんか出てきたよ。メインミッション最初の一歩、ハッツの研究所ステージ1で乾いた土のマス3マスを発掘しよう。報酬、ただの缶詰を使うとレア度1から3のナメコに復活するよ。とりあえずこの土のマスを3マス掘りゃいいわけね。どこでもいいの？ティップス、スタミナがゼロでカレナメコになるよ。でも缶詰で復活すれば大丈夫。リサイクル、 SDGs じゃないですか。ナメコさんも SDGs の時代ですよ。とりあえずこのまま発掘するとこのナメコは枯れてしまいます。発掘を始めますか。え、枯れちゃうの？やだ。あ、でも缶詰で復活できるのか。さっき缶詰をもらってるから、枯れたらもう一回復活させてまた働かせればいいってことね。 OK。 はい、しばらく放置ですね。なぜなら放置ゲーだから。じゃあちょっとみんなのコメントでは見よっかな。リサイクル、環境的、 SDGs、 わら、すごいね、みんないろいろ入出してくれてるよ。なめこさんもコメントしてたりするの？そういうわけではないんだ。なめこさんでも見てんだよね、コメントをね。え、あと1分30秒何する？じゃあね、実はこの生配信、ミラティブで生配信をするときにちょっとね、もし時間が空いちゃうタイミングが来たら、いろいろ質問に答えますって言って募集してた質問があるんで、そのうちの一つをとりあえず答えてみようかな。好きなお味噌汁の具はやっぱりなめこですか？という質問を事前にいただいておりました。
そうね、好きなお味噌汁の具はなめこは結構上位です。実際まあツルツルしてて美味しいからね。でもあとはまあ普通にね豆腐とか好きですが、自分で味噌汁作るときはね、結構冷蔵庫にあるものを特に野菜系ごちゃごちゃ入れたりはしてたんですけど、最近はね2種類の具に限定した方が実は味が洗練されててうまいんじゃないかっていうふうに思ってまして、特にまあ大事なのが組み合わせで、タンパク質系の具1種類と植物系の具を1種類で、まあ合計2種類の具だけで味噌汁を作るっていうのが、まあ、個人的なこだわりというかブームになってますね。だからタンパク質系でいうと豆腐、油揚げ、そんぐらい、なんだあと豆腐油揚げぐらいですかね、今思いつくので、植物系がまあ野菜、今だとなんかね意外と菜の花とか入れるとうまいんですけど、あとわかめとかもね旬ですが、そういうものを1種類ずつ入れると結構ね味がごちゃごちゃしなくて意外と美味しいなと思ってます。それ以上入れるともう豚汁になっちゃうんですよね基本的に。なので、旦那目的おすすめの味噌汁の具はタンパク質系の具1種類と野菜系の具1種類を入れて作るお味噌汁です。はい、とそうこう言ってるうちに発掘が完了しましたよ。わーいわーい、めっちゃ元気だったやつですねこの子。はい、あボーン枯れちゃった。あーかわいそうに枯れちゃったけど缶詰が見つかりました。ってことは、まあ枯れてるけど逃げ足めっちゃ早いなこいつ。ハッツ博士のステージ、あ3マス、そっかチュートリアルでもう2マス開けてたから3マス目がもう開いたってわけですね。あ枯れちゃった、さすがにこの状態では元気がなくなってしまいますね。さっきめっちゃ元気に走り去ってったけどね。ちょうど缶詰が手に入ったよね、また復活させてあげようよ。そうですね、缶詰があれば何度でも復活できますからね。レアナメコになることもあるかもしれません。え、レアナメコに、運が良ければです。レアナメコになれればいろいろな発掘ができるようになりますよ。すげえ、ジョッシュはレアナメコジョッシュはレアナメコなんですかね。世界に一つだけのナメコですがどうなんでしょうスルーしたあれジョッシュ君素直ないい子だったのに、なんか早速マナーの悪いところを見習ってスルースキルを覚えました、ね、そろそろ他にも発掘できる仲間を見つけたいね。どうやって探しますか。ちょっと気になってたところがあるんだけど、怪しいところがあるんだ。なんか埋まってんじゃん、緑の三角が見えてる場所があるでしょ。これはね間違いないですね、八つ橋ですね。はい、確かに怪しいですね。あそこにカレナメコいるんじゃないかな。あーそうか、これはカレナメコの頭の三角形だった。さすがジョッシュ、レアナメコ級の頭脳です。めっちゃ煽ってくるいやージョッシュ君ね素直だからそのまま受け取っちゃいますね、煽りコメントも褒め言葉だと思ってます彼は。でもあの場所はスタミナが多く必要になりそうですね。まずはカレナメコさんに復活してもらわないと。その後元気なうちに発掘してみよう。了解です、了解です。無限発掘エリア、ナメコを枯れさせてみよう。シャベルが刺さっているマスが無限発掘エリアの目印、発掘するとすぐナメコは枯れるよ。すごい非人道的なエリアがありますね。発掘するとすぐナメコは枯れる。メインミッション、仲間を見つけよう。2匹目の枯れナメコ発掘しよう。 OK、 とりあえずこいつは枯れちゃって今役立たずになってるんで缶詰で復活させます。ピッ、復活させますか。 OK、 枯れナメコになれ、来い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 、ガチャ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 、ビビビビビ。ジョッシュ君のこのレバーガチャガチャちょっと気持ちいいです。あー普通のナメコだった。カレナメコはナメコとして復活したよ。オッケー、残念ではないですよ、ナメコもね役に立ちますから。ここでこの 無限発掘エリアっていうのはこの シャベルがここね、今まだ掘れないんですけど、ここが無限発掘エリアで、ここを掘るとナメコがすぐ枯れると。
ああ、分かった。だから普通のナメコだと何回か掘らないと枯れないけど、缶詰がいっぱいあるんだったらナメコすぐ枯れさせて缶詰使ってレアナメコが出るまでリセマラしろみたいな、そういう話ですね多分。違ってたら教えてくださいコメントで。あと1分30秒、次の質問いこうかな。ゲームは何をするのかしら、ナメコ関係以外もやったりします、という質問いただいております。そうですね、スマホで僕が遊ぶのは基本麻雀ですね。はい、昔はね、昔はっていうかあのスマホ変えて変わっちゃったんですけど、前の端末ではあのコナミさんの麻雀ファイトクラブで遊んでて、今スマホ変えた後はセガさんの MJ をインストールしてやってます。まあ、特に意味ないです。麻雀ファイトクラブやってたら次 MJ やってみようかなぐらいの、そのぐらいのノリです。ただね、最近全然まだやってなくて、まあ、ほぼねスマホでは漫画を読むことに使ってますね、スマホは。で、あのコンシューマーゲーム、コンソール系のゲームは実はほとんどやってないです。やってないというか、今ね放置中なので今僕雑談してます。何のゲームやるのっていう質問ですが、え、なになに、ナメコ、はいはいはい、あ、そうなんだ。ミラティブで MJ の配信が多いらしいです。ナメコ見てんの、ナメコ麻雀やんの、やんないけど見てんだ。ポーンとかチーとかやんの、ツモってやってる、ツモ、はい、ありがとうございます。MJ の配信が多いんだ、見てみよう今度。あ、終わった。なめこさんがなんか拾ったよ。ジャンクパーツ10個。さっき最初300拾ったのに10個しかもらえないよ。で、枯らそう枯らそう、枯れろ。無限発掘エリア、何度でも発掘できる、必ず枯れる。嫌なキャッチコピー。ちょうどいいスキルのなめこがいないときはここで働いてもらってね。そっか、掘るスキルが今役に立ってるけど、キルが出てきちゃったときは掘れる場所がなくなっちゃうから、ここで枯らしてもう一回転生させて、異世界転生ではないか、現世で現世転生させるわけですね。 OK、 じゃあ行ってこい、枯れろ。でもすぐ枯れるんだこれ。30秒。あ、さっきのゲームの話の続き。そう、あの僕ゲームをやる習慣がそもそもなくてですね、あの子供の頃からないんですよ。そのまま大きくなっちゃったんで、あんまりねゲームを遊ばない大人になっちゃったんですよね。それで今ゲームの仕事をしているっていう、本当にいいのかどうかちょっと不安になるんですが、みんないいよ大丈夫だよって言ってくださいね。褒めて伸ばしてください。僕のこと35歳ですけど、伸びしろがあるのかどうか分かりませんけど、はい。そんなこんな言ってる間に、なめこさんが無限発掘エリアで枯れてきてくれました。あ、無限発掘エリアでもアイテムもらえるんだ。ただの缶詰がもらいました。シャベルが刺さってます。あ、銀の缶詰くれた。わあ、いきなり枯れちゃった。いや、そりゃそうだろ、無限発掘エリアだからすぐ枯れるって書いてあった。何それ、発掘担当者が心のままに力いっぱい発掘できる場所。そう、それが無限発掘エリアです。へえ、分かっとんのかい君は、ジョシュ君。どんなスキルのナメコさんでも発掘に取り組める場所。ただその代償として発掘担当のナメコは必ず枯れます。枯らし場と呼ばれることもあるとかないとか。真剣ナメコ枯らし場です。枯らし場、何それ。スキルやスタミナ不足で発掘に参加できないナメコさん、たまにそんな状況が起こります。いわゆる積みの状態ですね。そんな時はこちらで発掘をしていただき、なんていうか改めて復活していただいたら活躍できるはずですね。可愛い顔してるけどね、残酷なんですよね、マナちゃんは。枯らし場でデトックスして缶詰でリフレッシュか。めちゃくちゃポジティブに言い換えてくれましたね。なんかひどいような気もするけど、復活できるからいいか。基本ライト、ジョッシュ君。復活マシンはとっても夢心地だからね。はい。目が漆黒ですけど、マナちゃん。大丈夫ですか。ね、ドス黒いですね。これでより一層発掘がはかどりそうだね。
オッケー、じゃあ早速さっきの銀の缶詰使ってみようよ。これかな。あ、プラチナ、プラチナいく。あ、ごめん、今ね通信つながってないから買えなかった。プラチナの缶詰ってのもあんだ。金の缶詰、これも良さそうですね。でさっき拾った銀の缶詰、これでちょっと復活させてみましょう。リアナメコ来い、リアナメコ来い、来い来い来い、ガチャ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 、ビビ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 、来た？え、俺まだ来ないけど。あ、やった来た。こいつはトゲなしトゲナメコ。トゲがあるのかトゲがないのかどっちなんだい。トゲなしトゲナメコとしてナメコ、カレナメコ復活しました。すげえ。どこ行く？じゃあ行くか、ここ埋まってるとこ。めっちゃスキルあるよ。だって掘る3、切る1、叩く、なんだっけ、叩く、壊す、砕く、砕く2、戦う1、直す1、全部のスキルがある。あ、閉じるじゃない、間違えた間違えた間違えた。ここ、はい、行け。さあ、トゲなしトゲナメコさん、あと3分かかります。はい、じゃあさっきゲームの話したから、次は ライトのやつどうします？カメラを戻しますか？ああ、じゃあ3分の間ちょっとカメラ戻します。ナメコさん、いい？寝てない？大丈夫？今カメラ映った？映ってます今。寝てたでしょ絶対。ねえ、僕頑張って仕事してんの今。うんうんうんって。起きてた。よかった、元気いっぱいって。じゃあ金曜ちょっと発掘しておいでよ外で。元気いっぱいなの。それはノーセンキュー。発掘はゲームだけで十分でござるって。じゃあ次の質問、クラウドファンディングの最新情報を話してほしいです。そうそうね、これ質問いただきました。クラウドファンディング、実はですね、ちょっと知らない方のためにご説明しますと、なめこ栽培キット昨年6月に10周年を迎えました。でその10年間の間に登場したなめこっていうのが1101種類もいるんですよ。でもこの1101種類を一覧にして見ることが、今までアプリはもちろんなんですけれども、もちろんその本とかにもなってなくて、ちょっとねせっかくなんでこの1101種類を全部まとめた図鑑を作れないかなと、そうなめこさんが考えましてね。うん。でその図鑑を作るためのクラウドファンディングっていうのを今やってるんですよ。これね4月3日までの、期間限定になるんですけれども、なんと先日支援総数2000人を突破しました。すごい、支援総額も2100万円ぐらいっていうのかな今ね。で、ストレッチゴールって言って、まあ、目標を達成した後もどん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 次の目標を作って、まあ、そこを達成したらこんな得点ありますよみたいなのをやってるんですけれども、2000人を突破したので次は2500人を目指しています。で、2500人を達成すると支援してくれた方全員に、なめこのね、キャラクターデザインをしているデザイナーさんのイラストとサインを印刷した複製ミニ色紙、多分これぐらい10センチ10センチぐらいの複製ミニ色紙を支援者全員にプレゼントさせていただきます。でまあ、2000人から2500人っていうとね、もう 20% アップか、もう1回支援してくれた人にもう1回支援してもらうことももちろんありがたいんですけれども、まあね、とはいえもう1回やってるから、そんなね正直言うと他のことにもねお金使わないといけないと思うんで、まあ、大事にしていただきつつ、もちろんありがたいんですよ、ありがたいんですけど、それ以上にまだまだ支援していないなめこのファンの方もいらっしゃるんですよ実際に。で特にですね、実はまだクラウドファンディングやってることを知らないっていう人が結構いるんじゃないかと
私踏んでおります、うん、で今までナメコのクラウドファンディングは3回やってるんですけど、毎回知りませんでしたとか、気がつきませんでした、もう一回売ってくださいみたいなご連絡を結構な数いただくんですね。ただまあクラウドファンディングはもうこの日からこの日までの期間で募集します、でそこまでの数で締め切ってその数の分だけ作ってやりますっていう、まあ我々がやってるのはあくまで在庫を持たないための受注販売形式でやらせていただいているので、後からもういくらで100万円積みますって言われても売れないんですよ。ない売れないとか、100万円積まれたら俺の分1個あげようかなってちょっとこっそり思いますけどないです、ないですけど、まあそういう感じで欲しいけど知らなかったっていう方が結構いらっしゃるんですね。でこれはもうね我々の不徳の致すところであるんですけれども、とはいえ自分たちでお届けできる情報の、まあ、広がる範囲、届けられる範囲っていうのは結構限界があるので、なのでちょっとね今日お願いがあるんですよ。実は今このミラティブの配信を見てくださっている大多数の方はおそらくもうナメコのもうめちゃくちゃファンの方たちだらけだと思っていて、今日ね初見でミラティブでなんだこれなんか変なのがいるなって見てくださってる方ももちろんいると思うんですけれども、事前に告知してたのでナメコのファンの方は結構見ていらっしゃると思うんですが、もしねご協力いただけるのであれば、ご自身のツイッターアカウントとかかな、まあ、基本的にはディスコードとかもあるのかもしれないですけど、ツイッターアカウントとかで、ナメコのクラウドファンディング4月3日までだよとか、ナメコのクラウドファンディング支援したよとかっていうのをですね、ぜひ、発信してほしいです。いわゆる、なんていうの、自分のツイート、自発ツイートっていうのかな、自発ツイートでそういうのを皆さん自身のコメントで言っていただけると、自分はB ワークスとしては届かなかった人にもしかしたら届くかもしれないので、そうすることによってその2000人を2500人になんとか押し上げたいなとそう思っているわけであります。ですので我々ナメコはクラウドファンディングプロジェクトを必ずや2500人に到達させたいとそう思っているわけであります。政見放送みたいにちょっと言ってみました。はい、まあそういうことです。今日わざわざねミラティブまで見に来てくださっている皆さんだからこそちょっとお願いできることだと思いますので、ぜひその自発ツイートなり、まあもちろんクラウドファンディングのページのリンクとかも貼っていただけるとありがたいんですけど、ナメコ図鑑のクラファンやってるよとか、まあその折々で言っていただけると、締め切った後に一人でも買えませんでした、知りませんでしたっていう人を減らせるといいなと思ってます。はい、ね、そんあのね、本当にね寂しいというかごめんねって思うんですよね。本当に本当にそう思うんですよ。いや本当にごめん、我々の告知が至らなかったばっかりとは思うんですけど、とはいえまあもうこの話何回もしてもしょうがないですけど、なのでぜひ今日、このミラティブ見てくださっている皆さんにはですね、その情報発信のことをぜひ一緒にお手伝いいただいて2500人を目指そうということをお願いしたいと思います。はい、クラウドファンディングの最新情報じゃなかったですね、全然ダンボールナメコからのお願いでした。はい、じゃあ戻っていただいて、はい、はい、あトゲなしトゲナメコちゃんがおボーン、カレナメコ出てきた2つボーン、カレナメコ発見、カレナメコと銀の缶詰もやったじゃん、ヒューここにもカレナメコ埋まっていたね、うふふ、これで発掘さんとかもう一匹うふふってね、もう悪魔の微笑みでしか聞こえないですよね。ここまで見てくださった皆さんにはもう分かると思いますが、缶詰の残りはありましたっけもしストックがなかったらよろず屋で買ったらいいかもね。次はどんなナメコが復活するんでしょうか、気になりますねもう働かせることしか考えてない。2匹で発掘したら2倍の速さで進めるね。それだけじゃありません、もしレナナメコが復活したら
いろいろな種類の場所を発掘できるようになりますからね。そうか、確かにレアナメコならいろいろな発掘スキルを持ってるもんね。そうですよ、銀色の缶詰があったらどんどん使っちゃいましょう。あ、じゃあ消費するタイプのアンドロイドですね、この方はね。肉体労働型でもなければ、発掘支援型でもない缶詰消費型のアンドロイドですね。その方がレアナメコが復活しやすいんです。ずいぶん詳しいんだね、聞いてます。はい、あ、違った、サポート型アンドロイドだった、マナちゃん。今のところサポートしてくれてないけど。いいタイミングですし、発掘の流れをご説明しますね。発掘の流れはこのようになってます。1、掘る。2、掘ったものを見つける。3、疲れたら復活する。復活したら掘る。なるほど。その1、発掘します。その2、いいものを発見。でも、なめこさんが枯れてしまったら、その3、缶詰を使って復活しましょう。復活したなめこさんにはまた発掘をしてもらう。このサイクルで箱舟完成を目指します。そうだ、まだ箱舟パーツ1つしか見つかってないから。このパネルどうしたの？標準装備です。優秀ね、チュートリアルの締めにぴったりなグラフィックをマナさん標準装備しておりました。はい、ということでちょうど1時間ぐらい経ったのかな。あ、そうですね。はい、ちょうどいい感じで、じゃあちょっと最後に締めで、さっき発掘したカレナメコちゃんを銀の缶詰で復活してみましょうか。それで今日の配信終わろうかな。それでいいですか、皆さん。いい？いいと言ってくれ。もう1時間？もう早？みんな1時間見続けてくれてたの？ありがとうね。早っ。もう終わりですか？早い。いいよ、いいよ。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。すごい。すごい。次もありますか？ちょっとね、考えてます。待ってくれ。1時間早いな。締めだ。大丈夫。よし。よし。じゃあみんな、見届けてくれ。俺の引きを。2匹いるから。あ、プラチナじゃない。あ、銀1個しかないのか。あ、でも大丈夫です。じゃあ1回ただの缶詰で、さっきのトゲだし、トゲナムコまだ枯れてないので。あ、そっか、はい、あ、本当は上に残り1、枯れナメコは今1匹なんだ。そうか、トゲなしトゲナメコは生存してて、掘り出した枯れナメコさん復活させる。よし、じゃあ行きます。銀の缶詰復活、 OK。 スキップする？しない？スキップしないとこか、せっかくなんで。ビビビビビビ、いけ。あーっと、ハサミナメコちゃん復活。ハサミナメコちゃん切る能力高そうですね、ハサミナメコなんで。ちょっとスキルだけ見とこう。ちょうどいいとこに木があんじゃん。お、任せて安心のナメコ選ぶといい感じに発掘できるよ。必要スキル、お、切るレベル1。いるです、いますよ、ほらほら、あー、いっちゃった。はい、というわけでなめこ発掘キットの実況プレイ生配信いかがでしたでしょうか。はい、じゃあね、切るのを待つことなく一旦今日の配信は終了しましょうか。カメラ戻します？あ、戻りました。はい、もう戻っている。はい、というわけでなめこさんも1時間お疲れ様でした。隣で座ってんのどうでした？あ、楽しかった？そう、あ、本当よかった。なんか見てるだけでつまんないかなと思っちゃった。そんなことない。あー、なるほどね。なんかいろいろとエキサイティングだった。みんなのコメントも長くさん見てたようですよ。お疲れ様でした。また見たい。パチパチパチ、楽しかった。配信してほしい。また配信してほしい。明日は花金ね。そう、そうなんです。実は我々なめこと、我々ダンボールなめことなめこさん、毎週ではないんですが2週間に1回会社のこの会議室で YouTube ライブやってます。番組名ボールなめこ日本というどっかで聞いたことがあるような、名前の番組をやっていまして、金曜夜8時から
いろんな企画に挑戦したりとか、2人で対決したりとか、あるいは一緒に何かを、やってみたり、この前はね、杉板を割るっていう挑戦をして、僕は見事拳に傷を負いました。拳で、ね、まあそんなこともね、いろいろ体当たり、まあ、文字通り体当たり、血のにじむ努力をしながら YouTube ライブも頑張っておりますので、ぜひ明日やります。明日夜8時、YouTube ライブやりますので、ぜひそちらもね見ていただけるとありがたいです。はい、というわけで、ナメカックツキットいかがでしたでしょうか。今後のストーリーの展開を知りたい方はぜひナメコ発掘キット遊んでみてください。収穫して、栽培して収穫するだけのナメコ栽培キットとはまた一味違ったナメコの新しい、物語が展開される、そんなゲームとなっております。基本的な放置ゲーですので、まあ、今ねチュートリアルの間は割と忙しいんですけれども、まあ、1時間ぐらい遊べばああいう感じでちょっとずつ放置することができるようになっていって、最終的にはまあ時々1日に何回か起動すればいい感じに遊べるようになっていきますので、ぜひ、遊んでみてもらいたいなと思います。そしてミラティブでは現在ナメコ発掘キットのキャンペーンを開催中です。ナメコ発掘キットを使ってミラティブで配信をしたり、あるいはミラティブでナメコ発掘キットの配信をしている人の、番組というか動画を見ていただいた方にコインを山分けする、どれぐらいもらえるのかあんまりよく分かってないですけど、まあ、そういうキャンペーンを開催中ですので、ぜひ、今後もナメコ発掘キットで皆さんも配信などしてみていただけると嬉しいです。ナメコさんどうでした、こんな感じでいいですか。喋りすぎ、ダンダメが、だって喋んないとどうしようもないじゃん、喋実況プレイだから。まあまあ許してくれる、はい、ありがとうございますね。よく頑張った、感動したと言っていただいております。はい、実況配信ね、これからどうしましょうかね。続けた方がいいの、どう、まあ、あんまりちょっとハードル上げると、すごい、え、なんか来た、いや、350人から同時に来てます。すごっ、 YouTube ライブより多いんじゃない、じゃあもう続けるしかねえじゃん。そういうことだよ、マーケティング的には。だってさ、同時視聴が300人ってね、 YouTube ライブでもなかなか超えたことないもんね。500人ぐらいはいたことあるけど、じゃあちょっと検討します。ちょっと次いつやるかとかまた相談、スタッフと相談しますが、はい、では、楽しかったです、とても。またやりたいなと心の中では思っておりますが、業務の合間を縫ってやることになるかとは思いますので、あとスタッフも大変でした。今日は、配信のために、頑張ってくれたスタッフにも、感謝したいと思います。皆さん、スタッフの皆さん、お疲れ様でした、ありがとうございます。おかげで楽しい配信を行うことができました。はい、感謝しております。ではまた明日、今度は YouTube ライブでお目にかかりましょう。またね、バイバーイ。